海沢です。質問をいただきました。曲が連続しない箇所に YouTube からダウンロードした音声を入れる方法などはありますかっていうことなんですが、このちょっと意味がちゃんと分かってないですが、私なりに解釈したところですね、BGM を入れたら、1曲しか入らないので、最初に入れたら 2,3 分で音楽が終わってしまうんですが、それに複数の音楽を入れるという方法かなと思って調べてみました。また違ったら答えられるかちょっとわからないんですけど、調べてみますのでまた教えてください。ちょっと時間かかるかもしれませんがお願いします。で、今日は、BGM を複数入れる方法っていうのをやってみます。動画の管理のページから編集ボタンを押すと動画の編集ページに行きますよね。で、この上の音声ってところを押して YouTube で直接入れられる音楽が出てくるので、それを入れることができます。簡単に入れることができます。この音楽を選んでクリックすると簡単に音楽が入ります。で、これだと1曲だけというふうになってしまうようです。 そこで、複数入れる方法を試してみようと思います。この上の動画加工ツールというところをクリックして、下に、ここですね、 YouTube 動画エディターを使ってみるというところをクリックします。この右下です。はい、そうすると真っ黒い画面と右にこれまでアップした動画のリストが出てきます。自分の作った動画をクリックして、このカメラのマークの横に動画をここにドロップしますというところにドロップします。するとここに動画が入りました。次にですね、この下、音声をここにドラッグしますというところに、音楽を入れたいと思います。音声をクリックするとこのマークが出るので、この音符のマーククリックして、ここで曲を探します。これで音楽を流して聴いてみましょう。で、いいなっていうのがあったらこれを掴んでこの音符の横にドラッグします。で、この横にもう一曲これとかいいなと思ったらこれを横にドラッグします。すると複数曲が並びました。もう一個やってみますね。これをドラッグすると3つの違う曲が並びました。そうしたら次に右上の動画を作成というのを押してみます。すると動画処理中の画面になるのでしばらく待ってみます。